はい、どうも、トイボイです。突然ですが、禁煙外来に行ってきました。それでですね、病院で受けた方の検査は、他の方が YouTube 動画で出されているので、そちらをご覧になってください。でですね、この病院でいただいた薬なんですけど、チャンピックス2週間分スタート用パックですね。初めて服用される方へ、まあ2週間分でこんな感じですね。禁煙開始日を決めます。あなたが禁煙を開始する日を決めてください。じゃあ今日なんですけど、平成30年の8月の1日で水曜日ですね。禁煙開始予定日の1週間を前からチャンピックスを服用し始めますですね。1日目から3日目は食後でもあればいつ服用しても構いません。1日目はこれですかね。1錠ずつ3日分、1日目、2日目、3日と飲んでいきます。で、4日後からは朝夕食後に1錠ずつ飲んでいきますね。で、服用8日目から禁煙してください。7日目までが、チャンピックス 0.5mg。ここまではタバコを吸ってもいいそうです。1週間目。2週間目、8日目からは、チャンピックス 1mg になり、禁煙をしていくそうです。で、約3ヶ月ですかね、通院とのことだったので、まあ、そうですね。3ヶ月での、お金なんですけど、かかるのが約2万円ですね。で、これは、1年間で1回のチャンスらしいので、ちょっと、やっていきたいと思います。それじゃあ、1日目。飲んでいきたいと思います。果たして禁煙できるのか。また引き続き動画の方を撮影していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。